ファテフ110、ファーテフ110は固体推進剤を使った一段式の地対地ミサイルであり、少なくとも 200km の射程を持つ短距離弾道ミサイル。これは固形燃料の推進剤を含めイラン国内で生産されている。イラン航空産業機構では固形及び液体推進剤を使った多くのタイプを生産可能である。イランは2002年9月に ファテフ110の最終飛行テストを成功させた。その何週間後かの9月半ば、航空宇宙産業機構は、ファテフ110の量産工場を開いた。ミサイルの射程は当初は2 0 0トルだったが、2004年9月には2 5 0トルに伸び、必要ならばさらに伸ばすことも可能だと発表された。イラン・イラク戦争の後、イランは、 精密な単射程のミサイルの必要性を認識する。なぜなら、ゼルザールやナーゼアーとは誘導システムがなく、非常に命中率が悪かったからだ。かくして、中華人民共和国製の CSS-8、短距離弾道ミサイル200本が1989年に調達された。しかし、これは期待したほど射程が長くなく、また図体が大きい割に比較的実弾投重量が、 軽く、イランの要求を満たすものではなかった。そこで、誘導システム付きの短距離弾道ミサイルミサイルを設計、生産するよう、シャヒット・ボグリー・インダストリーズに注文が出された。開発には、中国企業の超常工業総甲師が協力した。開発は1995年に始まり、ゼルザール2が設計のベースに選ばれた。伝えられるところでは、 シリアも開発に参加し、M-600 という自国バージョンを作った。北朝鮮もミサイルをいくつか入手している。最初のテストは2002年に行われて成功し、ミサイルは生産段階に入った。2004年、射程を 250km に伸ばしたバージョンが公開された。これは輸出用に作られたものかもしれない。シリアは2004年に公開されたバージョンをベースにして、 2008年時点でまだ自国の M-600 の生産を続けようとしているようである。2010年にイスラエルのマスコミが伝えたところではシリアは数百本の M-600 ミサイルをヒズボラに提供してきている。2010年にイランはファテフ110代3世代と呼ばれる新バージョンをテストした。イラン国防軍事省のアフマドバヒーディはその精密性 射程、反応性、貯蔵性が自国の各所で向上すると述べた。そしてイランのテレビはテストの後継と今後の影響を報じた。しばらくの後、ミサイルはイスラム革命防衛隊に配備された。ミサイルの射程は3 0 0トルとされた。2011年にイランはハリー・ジェファールスと呼ばれる初の対艦ミサイルを公開した。これは明らかに ファテフ110をベースにしており、その最新バージョン同様、射程は 300km である。ミサイル本体は、ゼルザル2と非常に似ており、いずれも直径 610mm、長さ 8.86m である。安定版は3組ある。4枚が噴射口近くの下場につき、そのすぐ上に4枚の三角形の安定版がつき、さらに先端の円錐部近くに4枚の、 小さな安定版がついている。それら3組の安定版のうち、先端部のものは可動式だとする情報もある。ありがとうございます。